どうも皆さん、エルザチャンネルへようこそ。ということで、今回はいつもと違った雰囲気になってますけど、今回はゲームをプレイするのではなく、紹介をしたいと思います。なかなかしようと思ってできしなかったんで、したいなと思うんですけど、まあ一作目、何になるかっていうと、悪い王様と立派な勇者。まあ、こちらの方ね、先日クリアしたので、プレイ後、まあ、クリアプレイ後のレビューというのをやっていきたいなと思います。で、このゲーム、まあ、雰囲気がね、抜群にいいゲームなんで、いろいろ知ってもらいたいんですよ。多分、有名な作品までは行ってないんですけど、本当作品がね、雰囲気がもう抜群だし、絵本としてもいいゲームなので、もういいしか言わないけど、まあ、それを前提にちょっとね、今回は話していこうかな。で、雰囲気ゲーはちょっとやり答えどうなのとかいう方も、そのあたりに関しても今回は話はしたいなと思ってます。まあ、なのでね、あえて紹介という感じかな。で、今回紹介するんだけど、もう前提としては僕はもう面白いっていう前提で話していきます。ただ、それでも気になるところがあったということをご了承していただければと思います。で、早速画面の方には最初の方からずっとプレイ動画が流れてると思うんですけど、見ただけでもう世界観がめちゃくちゃいいのがわかると思います。まさに絵本という感じ。絵本の中を旅するっていう感覚は十分に味わえるゲームなので、まあ、実際にプレイすると気になる部分もあると。まあ、この両極端が出てきたっていうところですね。で、今回はこんな感じでやっていきます。気になるところだけスキップしてもらうのも全然 OK です。まあ、ただ上から順に見ていった方がわかりやすいかなと思いますんで、ぜひ見ていってください。そしてここから紹介するのはクリア後のレビューです。になりますので、映像によるネタバレ、とかいろいろ出てきますので、未プレイの方は十分に気をつけてご視聴ください。それじゃあ、早速クリア後のレビュー行きましょう。で、まずは世界観。このゲームっていうのは絵本を題材にしてるので、世界観の雰囲気っていうのがものすごく堪能できるようになってるゲームなんですよね。で、特徴としては絵本というのを最大のテーマにしているので、まあ、読み聞かせじゃないですけどね、その感覚を出すために一人の声優さんが一生懸命やってるっていう風になります。で、もちろん曲の方もやっぱ力入れてまして、絵本に合うようにまったりしたようなところもあります。ただボス戦とか普通のバトルの曲っていうのはこう一気に曲調が変わって戦ってる感っていうのもあるので、振り込まれたゲームだなっていうところに一部ですね。まあ、絵と曲とナレーションがすごくマッチした作品となっているので、まあ、初めての人はね、子供にもいい作品なんではないかと思います。じゃあ続いて、ゲームの難易度とバトル。まあ、ゲームの難易度となると、雰囲気ゲーはちょっとね、難易度が落ち気味か、極端に高い。になると思うんだけど、まあそこもちょっとね、具体的に話していこうかなと思います。で、一応難易度レベルで言うと、一般の RPG、まあ有名なゲームあるよね、そちらをクリアできるようであれば、まあクリアは十分できるかなと思います。操作的にも直感的にできるし、まあ操作も難しくはないかなというところですね。ほんと普通にプレイすれば最後までできるというふうになってます。ただ、バトルシステムがちょっと特徴的になってまして、普通、まあ、モンスター並んでて、適当に横一列並んでて、主人公たちが誰でも選べるって状況だと思うんですけど、このゲームに関しては9マス、敵の配置だけ9マス構成されてます。で、その9マス構成されてて、技とか、その当たり判定がやっぱ9マスでいろいろ形があるんです。それを対応してるので、戦略性がちょっとだけ上がります。で、これは敵によっては、ものすごく倒しづらいとかっていうのもあるので、ちょっと難易度が跳ね上がる仕様になっていますね。まあ、この多分9マス構成はディスガイアとかいうシミュレーションのと合わせてやったんだろうなというところです。で、この9マスのやつなんですけど、難易度がちょっと跳ね上がる仕様っていうところなんですけど、これ意外とうまく攻略できないと難易度が上がるので、小さい子でもちょっと難しく感じる部分が、たまに出るっていう感じですね。で、さらに、この、特徴というところで言うと、バトルで言うと、普通サクサクするというか、こう、キャラクターがいっぱい特技を使うっていうのが、魅力的だと思うんですけど、このゲームに関しては、特技がそんなに使えないです。なって、特技に関しては、その、
一回必殺技っていうかその特技を使うと、もう次使うっていうのが結構厳しくて、2連続が基本難しい。で、連発して出せる頃にはもうほぼ終盤という状況なので、一戦一戦どうやってやっていこうかなというところです。で、その特技が、特技ポイントが TP がとにかく低いっていうのがあるんですけど、基本毎ターン回復。で、戦闘終了時にも一応ターン終了という意味で1回復します。で、その1というのを数値をうまく使ってやっていこうかと。このやりくりがちょっと出てくるんでね。難易度が高いところの敵が出てきた時に、必殺技はやっぱ一発目使いたいんだけど、それがちょっと使えないとかっていうところで、難易度がちょっと上がってくるところがあるので、やっぱそういった意味では、人によっては難易度が出てくるっていうところです。ただ、やっぱこのシステムっていうところで残念な点としては、最初言った通り、サクサク、だから爽快感がないんだよね。爽快感がないので、すごく煩わしさを感じやすいシステムにはなってるかなと思います。ここまで話すといろいろめんどくさいようなバトルシステムなんですけど、一応マップごとに出てくる敵の配置って決まってるんですよ。まあ、こういう組み合わせで出てくるからこれを使うっていうパターン化ができれば、攻略がすごく一気に楽になるので、まあ、保持の仕方とかね、あとモンスターにも特徴があるので、うまくこの回復を取り入れたりとかすれば、2戦目、3戦目楽になるので、まあ、そういった意味では、いろいろめんどくさいけど、まあ楽な部分もあるよっていう、こう二面性があるシステムとなってます。ただね、配置が本当は悪質な時もあるので、本当あるのよ。これがね、まあ大変だったんだけどね。まああるので、そういったのも気をつけてくださいというところになります。まあバトルの難易度としては、そういったところになりますね。サブクエストなどのやり込み要素。こちらについてなんですけど、気になるところはボリュームの要となるやり込み要素です。メインがどれくらいかっていうのも重要なんですけどね。で、まあ、クリアしたんでどれくらいかかったかっていう話で言うと、時間としてはゆっくりプレイして約15時間かな。うん、かかりました。これかなりゆっくりしたんで、マップもかなり探索して、まあ、じっくりアイテムも集めて15時間。その他にやり込み要素をすると、まあ、10時間以上はかかるかなーっていうところです。で、やり込み要素の一つとしては、サブクエ。まあ、でも、サブクエに関しては、まあ、1章、2章、3章ってあって、章ごとに受けれることは受けれるんですけど、結局、できないものも章によっては出てくるので、まあ、ストーリー終盤になって、やっと、サブクエストが大量にできるというような感じになります。なので、やり込みが自然と後半になってきます。で、まあ、サブクエストも、やっぱそれだけめんどくさいっていうのもあるので、クエストをこなせば、通常ではもらえない、結構便利なアイテムが手に入ります。全体攻撃系だったり回復系とかあるので、まあこれは、まあ序盤は特にクリアしておきたいなというところですね。あとはサブクエストを達成すると、お金とかアイテムとか別にコレクションっていう項目やり込み要素があって、このポイントがゲットできます。これサブクエでしか手に入らないんですよね。で、何ができるかっていうと、背景とかそういうのが見れることができる。それを解放するためにサブクエのコレクションポイントを貯めると。いうのが出てきます。まあ、20個近くしたけど、コレクションとしては、まだ半分もいかないか、それぐらいのボリュームになってますので、やっぱサブクエもそこからドーンと増えてくるような感じになってます。まあ、サブクエも本当かなり多いですね。で、トロフィー機能っていうのも、PS4 だったらいつもだったらついてるんですけど、スイッチ勢の方にもちゃんとついてます。メニュー画面にちゃんとトロフィーという項目があって、そこがもうプレステ4とかのトロフィー機能と同じように解放されていきますので、スイッチ勢でもトロフィーコンプが可能となっています。なので、トロフィーコンプの中にいろいろ敵を逃したりとか、味方ができるんですけど、その仲間と何百回戦うとかあるんですよ。なので、そういったコンプリート系もすると、まあ、ボリュームはさらに多くなっていくっていうところになります。ただ本当、サブ系とか、その要素が結構占めてるなと思いますね。まあね、ここまで話してきたら、プレイして気になった点についてちょっとお話をしていきたいなと思います。で、購入を検討されるときって、やっぱゲームのボリュームとか、そういうのがすごく非常に気になる部分だと思うんです。あとは、まあ、絵本という雰囲気ゲーになってるので、どれだけこう、プレイのしやすさがあるのかとか、不快感がないのか気になるところあると思うんですけど、まあ、そこもちょっと今回は紹介したいなと思います。ただし、
前提として向いてる人と向いてない人を説明させてもらって気になった点を挙げるという順番でいきたいと思います。まあどうしてもね、向いてない人にいくら伝えてもっていうところもあるし、向いてる人でもこういうところ気になるよっていうところを挙げた上でちょっと聞いてもらえると嬉しいなと思います。で、まず、向いてる人っていうと基本雰囲気芸なので雰囲気重視です。もう世界観に浸りたいっていう人で、逆に向いてない人、が本格的な RPG 有名なやつとかをプレイしたいな、あのイメージでやってしまうとすごくがっかりする部分がある。やっぱ雰囲気を大事にしてるので、技だったりとか攻撃の仕方とか、この煩わしさをあえて入れてるっていうところもあるので、基本的には雰囲気に浸りたい、すごくゆっくりまったりゲームしたいっていう方に向いてる作品かなと思います。で、そこまで話した上で今回気になってる点を3つほどお話ししたいと思います。1つ目、エンカントが異常に高い。これがマジで高いまあどんくらい高いかというと、5、6歩歩いたらエンカントしますっていうのがめちゃくちゃ続きますこれがね、またちょっと2番目3番目のやつにまた繋がってくるんですけど、下手したら目的地に行こうとした時に戦闘が多すぎて、多分普通に戦闘なかったら20分とかで行けるかなーっていうところが、1時間かかるとかね、そんなにザラなんで、それぐらい多いです。なんだけど、エンカントを削減するアイテムもちゃんと用意されてて、それを使ってもまあ10歩ぐらい歩いたら出てくるし。だからね、なんだろうな。もう、逆に言えば、エンカウント的にも、その削減アイテムを常時使ってて、ちょうどいい、まあ。むしろそれでもちょっと多いなって感じるぐらいなので、まあ、それぐらいエンカウント率は高いです。に、そこに加えて、特技が従来の RPG みたいにいっぱい使えるわけではないので、めっちゃカツカツになるんですよ。で、さっきの削減アイテム、消費アイテムに関しても、やっぱ回復もアイテムとかも結構使うので、お金もカツカツになりがち。なので、結構ね、快感を感じる人はいるかもしれない。まあ、戦闘好きならね、めちゃくちゃいいんだろうけど、特技で瞬殺とかね、そういうこともできないんで、まあ、エンカウントのバランスが非常に気になるなーっていうのが、一つ目。二つ目なんですけど、移動がもっさりです。もうほんと移動が。で、その最近のゲームってか、ほとんどのゲームはタッシュボタンって基本あるじゃないですか。まあ、あると思うんですよ。なんですけど、ちょっとそれを逆行したような感じになってるかなというゲームですね。まあ、常に徒歩を強いる、まあダッシュじゃなくて徒歩をさせるシーンが多いというふうに感じました。で、そのなんで徒歩が多いのってところなんですけど、このゲームってマップ移動を繰り返して目的地に目的地に向かう、ね、なんだけど、のマップごとに出てくる敵の配置が違うっていうことは、各マップでレベルが決まってんのよ。ね、主人公はその敵のレベルを越さないとダッシュができないっていう風にシステム上なってて、大体ストーリーで新しいマップ行きました、じゃあやります、がっつり進めようと思っても基本徒歩っていう状況が続くので、ダッシュができるのにはほぼそこをクリアした後、もう一回訪れた時ぐらいなんですよ。で、そのマップの中にはレベルが極端に高いところもあって、徒歩になるところもあるので、逆に言えば徒歩になったらエンカウントにかかる率が上がるのよねっていうのもあるんで、すごく不利な状況が続いたりとか、まあ、移動に関してはほぼ走ってなくて徒歩っていうことが多かったので、そういった意味ではすごくなんだかなという感じは続きました。本当にエンカウントもね、これに合わさってイライラも積もる人はいるんじゃないかなというぐらいです。で、ファストトラベルもあるから楽なんじゃないと思うかもしれないですけど、一応ファストトラベルあります。ただ、指で数えるほどのファストトラベルしかないし、そのファストトラベル使ったところで、全く移動が削減ならないというか、そこも大きいですね。で、実際サブクエストをこなすってなると、サブクエストって基本お使いが多いんですよ。なので、行ったり来たりっていうことをやったときに、イメージとしてファストトラベル。A っていう街から B の街に行けると思ったら、この A と B の街じゃないんですよ。A っていう場所しかないんです。もうこなしてんのかでしょ。だから、行って来てっていうのが、もう自分で歩いたりとかしないといけないんで、そこがすごくね、
移動という意味でも大変だったなぁと、すっごい気になるところでしたね。それでは3つ目いきましょう。仲間の入れ替えがめんどくさい。まあ、これはもうほんと終盤なんですけど、仲間の入れ替えというのが基本的に可能です。ただし、できるようになるのはもうほぼ終盤です。はい。一応ストーリー上に仲間になる子はいるんですけど、もうストーリーに沿って仲間になるって感じです。で、これの入れ替えというのが、決まった場所に行って、そこで入れ替えっていう仕組みなんですよ。なので、この、仲間の入れ替えっていうのがすごく煩わしくなってます。で、なんで仲間の入れ替えが煩わしいのかってことなんですけど、基本的にいろんなところのマップを歩いてたりすると、その仲間には固有のアクションっていうのが用意されてるんです。で、その用意されてることによって、例えば、宝箱をそのキャラクターでしか取れない、となった場合、その仲間をたまたま連れてなかったってなったら、一度戻って、仲間入れ替えて、また来るっていう状況が出てきます。なので、結構ギミック系、マップギミックがあるので、それをちょっとやりたいとか、集めたいってなった時に、すっごく不便に感じるところですね。これが本当不便で、サブクエストだったりとか、結構宝箱もね、そういうのに関していいのが入ったりするのよ。そうなった時にやっぱ回収する上では、やっぱ変更っていうのがすごく大変で、ファストトラベルとかがすごく便利だったらいいんだけど、移動とかもね、そこまでないので、なんかその、煩わしさがすげー重なってきてる。重なるね。もう重なって重なって、入れ替えまでも来てるから、あ、これは本当、手間がかかるな、という作品になってますね。ほんとね、ここに関しては、気になる部分がすごく重なったっていうところがあるので、まあ、終盤サブクエをガンガンしたいなとか、そういった時に、ちょっと不満に感じるところが出てくるかもしれないというところです。まあ、いかがでしたでしょうかというところだね。まあ、結構ね、元々の作品はものすごくいいっていうのは前提において、今回話をさせてもらってるんですけど、それでも、やっぱね、移動やエンカウントっていうところには、ちょっと断点があるなと。頻度が多いっていうね。ただ、まあ、そこを抜いたとしたら、もう、絵本というところ、世界観がほんと完璧に作られてるゲームなので、もう雰囲気がね、終盤までこう崩れない、壊れないっていうか、これがほんと良かったね。まあ、十分ストーリーでも、だけでも楽しめるようなものなので、まあ、それだけでもする価値はあるんじゃないかなと、個人的にはすごくおすすめしたいなと。まあでね、やっぱプレイする煩わしさがあるんですけど、まあこの煩わしさが絵本を再現する一部であると考えると、やっぱその浸る意味ではそういったのも全然ありなのかなというところもあるので、その煩わしい部分をあえて残すっていうところだね。そこがすごく反映されているところでもあるので、まあ、そういったところも楽しめるようにしてもらえればいいんじゃないかなと思います。ちなみに、ホラー要素もないといえばないんですけど、とね、一部の敵モンスターでエグいの出てくるので、それだけはね、気をつけてプレイしていただければと思います。まあ本当、大人から子供まで遊べる絵本のゲームって言ってもいいかなと思いますので、まあぜひ、本人も検討していただければと思います。またプレイした動画もね、実際に僕の方はアップしてますので、まあそちらで、あ、こういうことねっていうのを見てもらって、購入っていうのをしてもらうのもありかなと思いますので、よかったら概要欄か画面のリンク先を見てもらえればと思います。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。できればチャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。それではまた別のクリアしたゲームでお会いしましょう。バイバイ。